こんにちは、イネフロです、今日はですね、ちょっとね、写真の話しようかなと思いましたね。初めてですね、ここで写真の話するんで、ね、僕はもう、写真の仕事して10年以上になりますけども、人物、まあ、ポートレートもそうだし、卒業写真、それから七五三、お見合い写真、家、それから結婚式、結婚式は結構ね、引き合いがあるんですけども、結婚式、まあ、いろんなそういう写真を撮るんですけども、ポートレートですね、あとね。で、そういう写真を撮るんですけど、その、どうだろう、あんまりね、こう、型通りの写真っていうのはあんまり撮りません。どっちかっていうと、スナップっていうかね、その場の雰囲気とか、ちょっとした瞬間とか、そういうのドキュメンタリー風に撮るのが僕のスタイルなんで、そういう人、そういうのは好きな人はかなり、口コミで広げてくれまして、今ではその、もう全然宣伝しなくても、口コミで広がって、仕事でどうにかやってます。あまりね、僕いっぱい仕事受けないのでまあどうにかやってるって感じなんですけどね。で、そう言ってるうちに去年やっぱりね、昔からライカライカっていうのが気になっていて、ついにライカ去年手に入れたんですけど、これを手に入れた瞬間にまたちょっとね、写真の世界が変わりました。気負わずに撮れるっていうかな、あまりこう設定とかどうのこうのよりももうその辺はお任せで、あとはその何かな、撮ることに集中できるっていういい環境です。何がいいかっていうと、レンズがいいんだろうね、俺すごくレンズがいいと思います。で、そのレンズがいいので空気を撮れるんですね。としか表現のしようがないんですけど、空気が撮れるんですよ、本当にびっくりするんですけど。で、もう一つ僕使ったら今ね、写してるやつ、これ富士フィルムの XT2 っていうので撮ってるんですけど、こちらフィルムシミュレーションとかあるって色とこのね、富士フィルムの色と選べるんですけどね、フィルムのこの色合いとか独特な特徴があるフィルムのカラーを出してくれるんですけど、選べば出してくれるんですけど、そういうのライカにはありません。だけどライカ独特の世界観があるので、そのもうそういうことも設定までもいらないです。もう本当にあとはこうマニュアルで自分の設定を噛んで選んで撮るだけ。その時にあとはその感覚で自分が撮りたいもののイメージをその写し込むだけで、でこれ単焦点レンズなので、これで 28mm なんですけどね、ちょっとワイドですね。だからスナップにすごい向いてると思います。だけどクロップして35mm、50mm まですることができます。まあ、ちょっと画質は落ちるんですけども、そういうこともできるカメラですね。で、やっぱりね、皆さんね、ライカライカ高いからなって、手が出ないんです、いつかはライカとか言っていますけど、買った方がいいですよ、これ。本当、世界変わる。いや、やっぱりすごいなと思います。まあ、もちろん色とね、他にもいろんないいカメラいっぱいありますけど、僕はこのスナップ用にこれを買って本当に良かったと思います。もうね、なんか設定とかあんまりそういうのに気にしなくていい。ただあとは勘で絞りとISO を選んでやればいいっていうだけでね、できるカメラっていうのはいいかなと思います。ぜひ皆さんもね、迷ってるんだったら買ってみてください。僕の買ってるのはこれね、ライカ Q っていうんですけど、これはライカ今 Q2 っていうのが出てます。なのでこれは Q 型になります。 Q 型でも十分です。値段は半分ぐらい買えます。Q2 になるとちょっと値段がね、相当するんですけど、大体半額、中古だったら、これだったら9、最初のファーストモデルだったら半額ぐらいで買えるので、手が届きますよ。僕もローンで買ってるんですけど、実はね、それでも、それなりのお値段しますけど、1グラフ買えちゃいますけどね。でもまあ、買ってよかったと思って、今もこれに夢中です。はい。まあ、こんな写真の話は、今日ここまでしましょう。またね、いつかチャンスあったらしたいと思いますけど。で、今日はね、鳥の、手羽元の唐揚げを作りました。皆さん、唐揚げっていうとなんか骨がないもので、よくうちで家庭で作るので、そんなに、なんだろう、唐揚げかよと思うかもしれないですけど、骨がついてるとやっぱりね、美味しいんですよ。で、周りの皮をカリッと揚げて、中をジューシーにね、作るっていう、まあ基本的な作り方ですけど、そんな変わったことはしていません。なので、これも家庭の主婦とか普段作ってる人だったらできるものですけども、やったことない人にぜひ作ってもらいたいんですよ。唐揚げは買ってくるもんじゃないです。
自分で作るもんです。美味しい。で、あの油あんまり使わない方法で僕は今回やってますので、あんまり油使いたくないじゃないですか。その後の処理困っちゃうしね。だからもう油が少なめで、揚げ焼きみたいな感じですね。なので今日は唐揚げの定食をランチに作ってみました。それでは今日のランチの、料理、作り方をスタートします。相変わらずダメだな喋り方。はい、今日はね、手羽元の唐揚げ、手羽元の唐揚げ作ります。手羽元です。でこれまずね、ちょっとあの骨の線、あの筋に沿ってちょっと切り込み入れます。火の通りが良くなるんで、こう骨がありますよね。その骨に沿ってこうちょっと開く感じですね。こんな感じでちょっとね開いておきます。こう筋を切っておくといいですね。こんな感じです。こんな感じでこれを、まあ、やってみてください。まず開いてみてください。今回はね、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、7個ありますね。それをちょっと筋に沿ってこう入れていきます。はい、こんな感じですね。こんな感じです。はい、それじゃあね、下ごしらえっていうか調味料を入れていきます。まずね、これ生姜ですね。もう僕はこれチューブ使っちゃいますけどね、まあ男料理で申し訳ないですけど、そうだね、このくらい、このくらいってすごい適当で、ガーリックの本当はこのチューブのがあればいいんだけど、うちないからガーリックのパウダー入れます。同じくらいね、大体同じくらい、こうやってガーリックのパウダー入れます。で、醤油はね、1個、そうだね、このぐらいかな、大さじ1ぐらいかな、足んないかな。あとみりんも大さじ1、まあ大体大さじ1だね。で、あとはお酒ね、お酒大さじ1、はい。でここで あれ足します。鶏ガラスープ、鶏に鶏ガラスープ入れるって言うんだけど僕は入れます。少しね、はい、小さじ1ぐらいかな。でここで卵1個割ります。次にね、小麦粉、薄力粉ね、大さじ2ぐらい入れます。でここに今度あれ入れます。片栗粉、これも大さじ2ぐらい。でこれを全部合わせます。まあ、手でやった方がいいな、これね。手でやります。全体にね、こうなじませる。はい、全体になじませたら、これをちょっと冷蔵庫で寝かせます。そうだね、少し漬けるために少し時間かけた方がいいか。まあお昼までだから2時間は最低でも寝かせて作るといいと思います。こんな感じです。はい、じゃ寝かせます。
はい、これ2時間置いておいたやつですね。冷蔵庫に2時間保存しておきました。でこれからこの油ですね、揚げ焼きみたいな感じするんで、少し少ないです油は。あんまりね、油ね使いたくないでしょ。だから僕もそうなんですけど、揚げ焼きにします。で皮の方からね、あの温度が上がったら100で、最初はちょっと低めの160度ぐらいで、3分から4分ぐらい揚げます。でその後一旦揚げて、でまたちょっと強火、して180度ぐらいにして1分から2分で、色をつけていきます。そうすると火が通りますね。じゃあその過程を今やります。揚げ焼きですから皮の方を下にしてゆっくりやっていきます。皮パリパリしたいからね、皮の方下ね。はい、で2、3分ぐらい焼いてみます。はい、今2分ぐらい経ったのでひっくり返します。いい感じだね。あー、美味しそうだ。卵が入ってるからね、焼き色がつくから。でこれでもう3分経ったら1回揚げて、余熱でちょっと中まで火通して、で後でもう1回高熱でカラッとさせます。今これで2分ぐらいですね。ちょっと火強いかな。いい感じ上がってます。これね、あのカレー粉入れてもいいですよ。カレー粉入れるのも美味しいです。あのレシピの中にね、カレー粉プラス例えばティースプーン1杯とか2杯とか入れるとカレーの味になりますね。ちょっとタンドリーチキンっぽくなるカレーっぽい。だいぶ火通ったね。はい、じゃあそれでそろそろ一旦揚げます。3分経ったのでね、一旦揚げます。まだ火通ってないですよ、完璧に。一旦揚げます。で2分から3分ぐらい置いといて、これね、上にオリーブオイルとかするといいですよ。はい、それでは時間がなったので揚げます。おいしそう。これは最高の唐揚げだね。カリカリだ。できました。それではいただきます。ほら、美味しそうでしょ。よくできたよ。カリカリでしたよ、ね、今日はね、ワイン食べちゃいますすいません、皆さんお仕事だろうね。昼間からワインです。まあちょっと余ってるのがあったので、安いワインですけど、高級スーパーのワインです
美味しいです。今日も美味しくいただいてます。